こんにちは、SBI 証券の鈴木でございます。一月二十七日金曜日えに金曜日の日本株投資戦略をお伝えしたいと思います。え本日はですね、お題としましては決算発表本格化、自社株買い実施に近い銘柄はというタイトルでお伝えさせていただきたいと思っております。さて、えー、こちら日経平均のですねチャートまあ、えー、チャート上はですね。 200日移動平均を回復するなどですね、こちら次第にですね落ち着きを取り戻しております。25日移動平均がですね下落から低下に転じておりますので、そういった意味でもですねマーケット形の上でも改善してきたのかなという印象を抱かしております。さてその東京株式市場ですね落ち着いてきたわけなんですが。 日本株はです、ね、昨年12月20日です、ね、このチャートでこの青い太い陰線がです、ね、入っております青い太いという、まあ、太さは同じですけど長い陰線です、ね、が入っているところがまあ12月20日なんですけれども日銀が直期金の許容変動幅をです、ね、拡大させて以降です、ね、約1か月間不安定な展開が続いてきました。しかしか月18日にですね 日銀が金融緩和を維持すると表明して以降ですね上昇基調が強まってきております日銀に対する市場の関心は金融政策から総裁人事に移ったように思われるというそれがまあ最近の状況だと思いますそうした中でですね株式市場では2022年1012月期の決算発表が本格化してまいりました。 精密モーター大手の日本電産は1月24日火曜日の決算発表とともにです、ね、今期業績予想の下方修正を発表半導体製造装置のディスコもです、ね、利益が目先ピークという印象でした、えー、しかしながら1月26日木曜日に江戸四半期決算を発表した新越化学工業はです、ね、地上予想を上回る利益を 確保しまして業績予想を情報を修正するなど好調な決算となっております。なお驚きとしてはですね、まだ決算発表者数自体は少ないもののですね、主力企業の自社株買い発表が目立っていることであります。 先ほど申し上げました日本電産は500万株の自社株買いを実施、えー、発表しましたがです、ねえー、1月26日に決算発表の日東電工も業績見通しを下げながらです、ね、700万株の自社株買い発表を行っております、えー、自社株買いはです、ね、ご存知のとおり時給の改善や ROE 等の改善につながり株価にはプラス要因になると見られます。 主力企業の自社株買いが相次いだことで,です、ね、株式市場では自社株買い自体への関心が強まってくるんではないのかなというふうに思われます。えー、そこで,です、ねえー、本日の日本株投資戦略ではです、ねえー、近い将来、えー、自社株買い、えー、を実施してもです、ね、不思議ではない銘柄を抽出すべくスクリーニングを行ってみました。 で、えー、こちらにもあります。通りですね。条件は9つ東証プライム市場上場銘柄であること。時価総額300億円以上の銘柄であること今回、銀行証券、商品先もの、先物保険などですね。いわゆる広い意味での金融は除いております。<laughs> 失礼します。あと、会社予想 pr がですね。12.8。9倍未満でこちらはですね。どちえー、前回？ などよりもです、ね、少し甘めにしておりますが、えー、実はこの最近、自社株買いを実施した銘柄をよく見るとです、ね、このあまりこの PR を厳しくしてもです、ねえー、極端に低い銘柄だけにしても仕方ないのかなという印象です割合 PR が高めの銘柄でも、えー株主えー、自己株、自社株買いです、ね、やる場合はあるのかなというふうに思います。 えー、ただ PBR がですねやはり低い銘柄の方が、えーえー、やはり自社株買いは、まあ後でご説明するんですがやっぱり動機づけとしてはですね、えー、この5の条件を満たしている銘柄はやりやすいかなと思います。えー、現現金金及び現金同等物のの、えー、比率が10未満の え銘柄、そして PBR が0.9倍未満の銘柄、ちょっと順番前後します。そして予想 ROE が8%未満の銘柄、えー、2018年に以降にですね、2018年以降に株主関与を目的としてた自社株買いを実施した実績のある銘柄ですね。で、えー、旧決算発表が1月30日以降。 銘柄ですね。まあ、これ今日までの銘柄入れてしまいますとです、ね、やっている間に発表とかです、ね、結構ややこしい事態も生じます。えー、一応、決算発表がです、ねえー、1月30日以降という銘柄に限らさせていただきます。えー、そうした中で,です、ねえー、こちらにもありました通りですね えー、いくつかで今回は少しですね銘柄広めに出しております、えー、3ヶ月でやはりですね、えー、3ヶ月ぐらいの規模でもですねやっぱり、えー、数百の銘柄が、まあ、発表するというご時世になっておりますしたがってですねあまり絞っても意味はないのかなという感じですね、えー、むしろですね、えー、条件を満たして銘柄を少し広めにそしてですね え先ほど申しました通りやっぱりこれ、政策がありますんでやったことない銘柄がですねこれからやるというのを予想するよりはですねやはりコツコツとこれまで自社株買いを折りにくれてやってる銘柄の方がやっぱりやりやすいのかなというですねえそういった感じでおります。 でまあ、こちらにもありますとおりです、ねえー、いくつかの、えー、20以上の銘柄ですね今回ご紹介させて、えー、いただいております,で、えーですねえー、ちなみにです、ねまあ、こちらの表にもあります通りまり、あ、PBR がです、ねえー、こう低い銘柄です、ねえー、が一つのまあ条件になっているんですけれども、えー ここでですね PBR というのは、ですね、えー、時価総額割ることの純資産というふうに言えます。で、えー、ここで時価総額割る純資産の純資産というのは、ですね資産から負債を除いたものということなんですが、えー、この、まあ、ポイントになっております、ですね時価総額は、ですねその会社の株式をすべて買い取った場合の市場価値と言えます。 言い方を変えますと株価というのはです、ね、1株当たりの時価総額これを株価というんだというふうに考えるとです、ね、ちょっと逆転の発想になるかなというふうに思います、えー、そして純資産はです、ね、その会社の資産をすべて売却し返済を肩代わりしたときの、えー、後に残る解散価値という考え方がありますしたがってです、ねえー、時価総額、えー 割ることのですね、純、えー、資産ですね、えー、はですね、まあ、解散価値の、えー、何倍で株価が評価されているかということになるわけですね。で、えー、仮にですね、えー、その会社の、えー、時価総額は解散価値と同じで,であるべきだというんであれば、PBR は1倍になるということ。この右から2つ、PBR 1倍になること。 PBR がです、ね、1倍を割っているというのはどういう意味かというとです、ねえー、もし、市場が、えー、その解散価値以上にその会社の評価を高くするすなわちです、ね、解散価値でその会社を買ってです、ね、将来、利益を上げてくれればそこから儲けになるわけですよね。したがってそういう会社であればやはり解散価値なんかじゃなくて、ね、PBR1 倍以上に評価してその会社を買収してあげるというふうになると思うんですね。 ところが PBR1 倍を下回っているということはですね解散価値で買ってもですね実はそれは損なんではないかとマーケットが思っているという考え方も成り立つということですね要は買収してたしね例えばその会社がですね赤字を流し続けるという予想であればこれ解散価値で買っても損だというふうな判断になるわけですね。またはそのバランスシートに計上されているその金額が そんんなななに価値ないいいいじゃないかとうううですねこういう場合ですすねねこ場合バランスシートが毀損するそういったリスクがあるんではないかういうふうに考えるとですねマーケットとしては返還価値よりも下の時価総額で買うということになるとしたがって PBR 1倍は割れているのは言い方を変えるとその銘柄に魅力がないように見えてしまうというですねそういったことになるわけであります。 で余談になりますけれども、えー、デフレ社会というのはです、ねえー、この総資産、資産がです、ねえー、このデフレという経済現象によってです、ね、減る方向にバイアスがあるですから現在表示されている価値がです、ね、それ以下になるんじゃないかということで、えー、デフレの時は PBR1 倍割れになりやすいというそういったです、ね、経済全般の事情もあるんじゃないかと思いますね。えー これからですねインフレーということになってきますと、ですね放、まあ、っておいてもって言い方は悪いですけれども、資産は増えやすくなんですね。そうすると、PBR1 倍を、えー、こう回復してくる銘柄が、まあ、当たり前のようになってくると、ですね、まあ、逆に1倍割れというのがですね割安感が強くなるということにもなろうかなと思います。1月27日現在のですねブルームバーグデータ。 を参考にするとです、ね、トピックス組み入れ銘柄の53%が PBR1 倍未満というふうになっておりました、まあ、今朝のです、ねえー、日経新聞などではトピックス500、まあ、ある程度の規模の会社でも4割ぐらい1倍割れているというそんなニュースが出ております、えー、この1倍未満の銘柄が多いということはです、ね、投資家が将来性を感じていない銘柄が多い まあこれがもしですねその通りだということになると東京株式市場の未来は暗いというふうに言わざるをえないということになるわけであります。えー、ちなみにですねトピックスでえ組入れ銘柄のうち PBR1 倍未満の銘柄ですねえこの3分の2に相当する銘柄が ROE7% 未満でした。 ですから PBR が少ない銘柄はやはり ROE もです、ね、やはり少ないで ROE というのはまあ国際的に8%程度というふうに言われております今、マーケットのです、ね、数値から逆算すると日経平均採用銘柄ですと8.5%ぐらいというふうに言われます考えられます。 まあ国際的には8%が一つの目安となっていてやはり8%下回るようであるとです、ねえー、資本効率が上がりその結果 PBR が1倍を割れやすいということになる逆に言えば ROE を改善させることによって PBR を1倍以上に持ってけるということもあるんじゃないかと思うんですね。で仮にです、ねえー、現金で 自社株を買うとですね現金が振ることによって資産が減りますで自己株式から資本を控除することで純資産が減る計算にもなるということで純資産が減れば仮に純利益化が同じでも ROE が高くなるということになりますまた別の考え方ですが仮に今事業に5%程度の成長力があるうちの会社は大体5%ずつぐらい毎年利益増やしていけますよという場合ですね その場合ですねえじゃあ今現預金金ととほとんど金利がつかないわけですお金たくさん持ってて現預金にえお金を通じてもここ利息がつかない無駄なわけなんですねえまあもちろんその安心弁になるという意味もありますけどえ要するにこうまあ資本の効率という意味では効率が悪い部分があるわけですね。 それをですね自分の会社の事業に投資すれば自社株に投資すればそっちの方がいいんじゃないのというですね、えー、そういった考え方もできるんじゃないかなとしたがって低金利の時代は自社株買いは合理的だということですし、えー、市場で想定されているこの金利ですねよりも高い利率でですね、えー、事業を回す自信があるのであれば自社株を買った方うがいいよということです。まあ自社株 買うことによって当然株、発行済み株数減りますからですね社外に対する配当金の流出なんかも減る可能性があるということですね米国などではですね借金しても自社株買いをするという会社もあってまあ行き過ぎとも思えるんですがそれで債務超過になってもですね、まあ、それを許容するという風土もあるぐらいですね。 えー、日本ではまあなかなかそういったわけにはいかないわけです、えー、ただ逆に言うとです、ねえー、米国では低金利という状態が変わってきておりますので自社株買いは減る傾向にあるとところが日本の場合は現預金が、えーえー、豊富ですのでですね、えー、自社株買いの条件、まあ、自社株買いしにくくなっているということはないんじゃないかなというふうに思います。 1>, 1月27日付の日本経済新聞では東証が、ね、PBR1 倍未満の企業に対して来年の春以降、えー、改善策の改善を求めていくのではというふうに報道しています、えー、1倍未満は企業の努力不足の面もあるのではないかということですねでそうした場合にです、ね、自社株買いは ROEPBR の改善に寄与すると見られ今後株式市場では 自社株買い自身がですね増えていく可能性があるんじゃないかなと思います。まあそういった背景からですね、まあ、今回は自社株買いにスポットを当ててみました。えー、本日は以上で終了させていただきます。なおこの自社株買いについてはですね最終的にはですね会社の判断ということになります。えー、ですからですね、えー、まあ今第三四半期の発表時期になりますんでこの時期にやる 自社株買いを本当やるつもりのある会社でもこの時期じゃなくて本決算の時を選ぶんだという場合もありますので,ですねまあこの辺はどうしてもえなかなかですねえいつやるというのは分か,らない分かりかねる部分がありますただ、自社株買いを概要する条件は整っているよという会社ですねこういう会社をえ今日はえご紹介させていただきままた本日は以上で終了させていいだきますありがとうございました。